ねえ,ねえさっきから変じゃないこの距離感遠いよねなんでソファーの隅っこに座ってんのしかも膝立てで座ってガードするみたいにクッション持ってるなんでいつもは。 こうして隣に座って僕のそばにギュッとくっついてくるでしょなのにどうしたのん何そんなにじっと見られると照れるんだけどえっ <laughs> な,な,なんで両手で当てて僕の顔挟むのん肌肌がどうしたん僕のほっぺがすべすべしてるってそういやちょっとう触りすぎだよ。 <laughs> うん今度何顔近いようんまつげ長いそうかなうん男だしあんま気にしたことないけどうんそうだね天然物ですあ <laughs> うん あうんもうやめてよ肌つまばないで肌筋そんなのわかんない普通でしょおうん、もうさっきから何なのまだあるのう、うん今度は目元なんかついてる ロああ確かにその辺りにあるかもえそれもかっこいいって何言ってんのほくろはほくろでしょ <laughs> かっこいいとかないよね <laughs> ねえやっぱり変だよどうしたの 急にいいいろろ言出してすごく変かっこいいまだほくろの話えそうじゃなくて僕僕がかっこいいってああそうかなありがとう。 君にかっこいいって言われるのは嬉しいうん <laughs> 別にそんなモテる方ではないと思うけどいやそんなことなくないよもうほんと普通だから大学ねどうだろう飲み会とか割と誘われやすいかもあんま参加しないけど 大人数すぎるのはちょっと苦手だしああ先週ああ君と駅で偶然会った時うんあの日はちょっと無理して参加してたんだけどああいうところで偶然会えるとなんかちょっと運命みたいでいいよね そういう話じゃない女の子とは一緒にいたああまあメンバーの中にいただけだし <laughs> ワンピース着てた子いたんじゃないのそんな子いっぱいいるよね髪の毛ロングだったって言われても、うん、本当わかんないよ興味ない子の服とか髪型とか覚えてないもん 腕腕組んでたって僕とその子それはないああ二次会行こうって誘われてたかもどの子か忘れたけどそして腕も組んでないけどいやそこは大事でしょ 可愛かったそうなのいやほんと覚えてない同い年なんじゃない多分え同い年のこといる方がお似合いだったって何それどういう意味僕と君だと姉妹くらいにしか見えないそんなことないでしょ 同僚に学生と社会人で付き合うのは難しいって言われた何それ誰に言われたの男ねえさっきから何なのもしかして遠回しに別れたいって言ってるだってそうでしょ。 他の人かからどう見えるとか関係ある <laughs> そんなのどうでもよくない大事なのは誰を好きか誰といたいかでしょ僕は君と一緒にいたいんだけど君こそ学生の僕じゃ頼りないと思ってるんじゃないの 僕だって君が綺麗めな服でヒール履いて仕事に行く時学生の僕とはやっぱり違うなって思うけど君に釣り合うようになりたいってそういう気持ちでいるのに君は君は違うの 急に飛びついてこないでよ <laughs> 危ないよこういうとこは子供っぽいよね <laughs> 何聞こえないなあに なんで謝るの僕が同世代の子と一緒にいるのを見たら不安になっちゃったの別れたくないうん僕もだよ。っていうか別れ話なんてしてないからね。 いい子子いい子いいよ、素直に甘えてきて。可愛いから許してあげる。 フ髪サラサラだなって急に何って <laughs> さっきの返し するといつもいい匂いする君の匂いすごく好き <laughs> 髪だけじゃなくて 私に君のいいところを褒めてるんだよそういう話だったよあとはここはすごく柔らかいなって たいダメ我慢してまだ途中だからまだまだいっぱいあるから僕が君のどこをかわいいと思ってるか全部ちゃんと。 聞いてもらうよ。